糖尿病の心血管障害について誤っているのはどれか。一つ選べ。 A. 心不全では拡張障害が多い。 B. 心筋虚血では胸痛を主症状とすることが多い。 C. 末梢動脈疾患の評価に ABI が有用である。 D. 糖尿病性側壊疽のリスクファクターに糖尿病性神経障害がある。 E. 心血管障害予防のための血圧管理目標値は140-90未満である。正解は E。 心血管障害予防のための血圧管理目標値は130-80未満です。糖尿病では心不全、特に拡張不全のリスクが高まることが近年着目されています。心筋虚血は胸痛が特徴ですが、神経障害による知覚低下のために無症状であることも少なくありません。末梢動脈疾患の評価には ABI 側関節上腕血圧比や PWV 脈波電波速度が有用です。糖尿病性側壊疽のリスクファクターには糖尿病性神経障害のほか、血流低下、胃感染性などがあります。30歳の女性、健康診断で尿検査の異常を指摘されて来院した。尿所見、タンパク3+、鮮血3+、鎮鎖は赤血球100以上、随時尿の尿タンパククレアチニン比 2.0、 腎生検のパス染色標本と蛍光抗体 IgA 染色標本を示す。この疾患について正しいのはどれか。一つ選べ。 A. 4型コラーゲンの遺伝子による。 B. ネフローゼ症候群をきたすことが多い。 C. 我が国の透析導入の原因として最も多い。 D. 我が国の慢性子宮体腎炎で最も多い。 E. 悪性腫瘍を合併する。正解は D。 IgA 腎症は世界で最も頻度の高い原発性子宮体腎炎で、特に我が国をはじめとするアジアで発症が多く見られます。未治療のまま経過すると約 30% は末期腎不全に至る予後不良の疾患です。光学顕微鏡でメサンギウム細胞の増殖が見られ、蛍光抗体法ではメサンギウム領域に免疫グロブリンの IgA の優位な沈着を認めた場合に IgA 腎症と診断されます。標準的治療法としてレニン・アンジオテンシン系阻害薬、抗外扁桃摘出術、副腎皮質ステロイド療法、抗血小板薬などが挙げられます。我が国では抗外扁桃摘出術とステロイドパルス併用療法、扁滴パルス療法が多くの施設で行われています。